けで、先週に引き続き当たり負けしないためのトレーニングパート2です。今日のトレーニングはお腹周り全体を鍛えるためのスロークランチという動作です。ドローインをすることによって、腹直筋だけじゃなく腹横筋、お腹周り全体に刺激が入ります。このトレーニングは当たり負けしないだけじゃなく膝を引き上げたりジャンプをしたりするときにも使う筋肉になります。それでは早速やってみましょう。はい、というわけで今日のトレーニングは当たり負けしないトレーニングパート2、スロークランチでした。ポイントとしまして、お腹を縮める、体を起こすんではなくてお腹を縮める、特におへそから溝落ちにかけての距離をぎゅーっと縮めるようにして起こします。ゆっくり上げてゆっくり下ろすのがポイントです。次回のパート3ではお尻と背中のトレーニングになります。お腹同様、お尻背中もしっかり鍛えて当たり負けしない強い体を作っていきましょう。